ついに俺にもチャンスが回ってきた。こんなゴミみたいな生活の俺にチャンスが。漁港、なんたる漁港。映画の予告編のナレーションだって。こんなの金持ちの仕事じゃねえかよ。よし、これをものにして俺も一攫千金当てるぞ。これはチャンス、許されない。ミスは許されない。通常ミスは許されない仕事を。やらなきゃ誰かの養分。続行、ナレーション続行だ。しまった、もうだいぶ始まってるじゃねえか予告編。何やってんだ俺は。圧倒的出遅れ。おい、これなんだ、おっちゃん出てんのか。え、おっちゃん逃げてる。おい、借金でも背負ってんのか。やめろ、黒服追うな。追うんじゃねえ、行ったら地下に連れてかれんだろうが。1050年地下行き。地下に行ったらチンチロリンだ。ここで開示、親を受ける。行け、出ろ。出るんだ。来た、五だ。五の目が出た。通常チンチロリンにおいて五の目はいい目である。あ、しまった、ナレーションが終わっちまってる。くそ、悔しい。だがこれでいい。ポイントブランク。お疲れ様でした。ありがとうございました。ギャラです。あ、ギャラですか。ありがとうございます。すいません。ビールとポテチ、ギャラが現物支給なのかよ。なんて、でもこのビール、キンキンに冷えてやがる。犯罪的だ。くそ、来た。労働のホテルの正解、うますぎる。どういう、圧倒的豪遊。染み込んできやがる。え、これ食べちまって飲んじまったってことは、これで納得したってことじゃねえか。くそ、何やってんだよ俺。この日伊藤は最悪だった。ざわ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 。뭐라는게힘들까. 13번환자병원밖으로데리고나와. 나와여기어떻게온거야. 같이가야돼요. 같이가야된다고요. 예, 제발. 용의자백여원과이태준을쫓는데모든경찰력을집중하고있습니다. 당신안에찾죠. 이 사람들 누군가에게 쫓기고 있어요.지금부터실수하는놈들가차없다.